皆さんこんにちは、藤本です。今日はですね、子犬ちゃんにこうガムをあげる、まあ、子犬ちゃんじゃなくてもそうなんですけど、ガムをあげるときに気をつける3つのポイントについて今日はお話ししていこうと思います。こう子犬ちゃんにね、ガムをあげたい、まあ、結構まあペットショップとか行くといっぱい売ってるわけじゃないですか。この時にこう、ポイントこうねあげるわけなんですけども、あげるのは別にいいんだけども、3つ、この3つだけはきちんと気をつけておかないと事故になるっていうことで、今回注意してほしいという願いを込めて YouTube 撮らせていただいております。これからガムあげようかなとか、もうあげてるんですって方はぜひチェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。インスタグラムに関しては、ここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、というわけで、まあ、ガムね、こうあげるときに気をつけてほしいということで、3つ。まず結論からいきます。まず1つ目、ガムだけで大丈夫ですか？ということですね。2つ目、硬いのって本当にいいんですかね？最後3つ目、そのあげ方。めちゃくちゃ危険な上げ方になってませんかっていうわけです。はい、これ一個ずつちょっとね、噛み砕いていくんですけども、まずガムだけでいいかっていうことですよね。はい、ワンちゃんガム噛むとき、どこの歯使ってますか？だいたいこの奥歯じゃないですか。奥でガジガジやってません？で、噛むことによってなんかね、なんかそのパッケージとか見たらあるじゃないですか、この汚れが噛んだらジュッてこうなんすか、汚れが落ちるみたいなあると思うんですけども、じゃあ仮にそれがまあいいとしても、歯ってなんて言うんだろう、どれぐらいあると思いますか？何本ありますか？全部きれいにワシャ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 って噛みます？はいね、もしそれが効果があるのであれば、やっぱりきちんと全部の歯に噛ませてあげなきゃいけないっていうのが、まあ、大事な要素になってくるかなと思います。はい、これ一つ目ですね。で、次二つ目ね、硬い方がこう、なんだろう、歯磨きの効果としてめちゃくちゃあるんじゃないのかっていうことなんですけども、果たしてそれはどうなのかっていうことですね。はい、硬い方がいいのかね、硬いとこのね、奥歯、ここ見えるかな、これね、割ります。割ったりとか削れたりとか、そういった事故にめちゃくちゃつながってくるんです。はい、なのであまりにも硬すぎるものっていうのはやっぱり注意してあげるべきですね。はい、イメージとしてはハサミで切れる硬さが、いいです、歯に対してね。はい、最後3つ目、こう危険な揚げ方ってことですけど、ガムね、ポイってみんな揚げてません？揚げるみたいな感じで、でワンちゃんが両手使ってこうガジ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 みたいな感じで、こうなんだろう、両手使ってこう挟んで噛むみたいな、なったりすると思うんですけども、まあ見ててもね、可愛いと思います、可愛いと思うんですけども、ワンちゃん基本的に飲み込む習性があります、ガムとか食べ物を。なので最初大きいうちは飲まへんねんけど、だん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 短くなって、あ、いい感じと思ったらゴクッと飲むんですよ。でそれが喉に詰まったりとかっていう事故につながってくることがあるので、その上げ方っていうのは注意した方がいいです。基本的には持ってあげるっていうのが大事ですね。食べきるまで持たなきゃいけないですね。はい、というわけで、まあ、この3つをね、やっぱり気をつけて考えながら、上げるのではあげるっていうのを僕はやってほしいかなと思います。ぜひね、そういったところを注意しながらガムを与えてほしいかなと思います。じゃあこのね、上げるときに、これよくある質問についてちょっと宿題でお話ししていこうと思います。歯磨きガムってこれどうなんですか、こうなんですかっていう、まあ僕3つに絞ってちょっとお話しさせていただこうと思います。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今回は、歯磨きガムについて、お話しさせていただきました。あげるのであればこの3つは、注意深くね、してほしいかなと思います。じゃあガムについてよくある質問3ついきます。まず1つ目、歯磨き効果ってあるんですかっていうことなんですけども、これ最初のどこだったかな、ガムだけでいいのっていう話と、まあ、リンクしてくるんですけども、まあ、効果があるかないかで言われると、1ミリもないかというとそうではないと思います。ただ目的として歯周病を予防するのが目的なのであれば、
さあどうかなっていうところですよね。はい、なので、まあ、個人的には、まあ、いろんな種類があるので全部が全部ではないと思うんですが、まあ、あの歯磨きにと、同等かって言われるとやっぱりかなり劣るかなと思います。僕はそう考えてます。はい、で2つ目が、噛むことによってストレス発散になるんですかっていうことなんですけども、まあそうですね、まあならないことはないですね。まあ、こっち中途半端な答え、まあ、ならないことはないんですけども、まあそもそもっていう話で、噛んだところでそれでうわもう今日一日最高の一日でしたとはまずならないです。ならないですね。はい、僕たちもみんなどうですか、ガム噛んでみて、ガムありますもんね、人間のガム噛んでみて、うわすごいストレス発散って思います？そんな思わなくないですか？それと同じ感覚だと考えていただけたらいいかなと思います。で最後の3つ目、どれがいいんですかってことなんですけども、まあ、もしねその歯磨きとしてのガムを与えるのでは、美味しいなのガムは僕はいいんですよね、後で言いますけども、歯磨きとしてのガムの効果を、望みつつ歯磨きガムどれがいいのかっていう質問であれば、歯と歯茎の間だったりだとか、口の中のぬめりだったりだとか、あと口の中の菌のコントロール、この3つができるのであれば、その商品はいいと思います。だからどれがいいというかは、この3つをきちんと、全ての歯に対して、アプローチができるのであればいいんじゃないのかなっていうところで考えていただけたらいいかなと思います。まあ、考えとか選んでいただけたらいいかなと思います。なので、まあ、ガムはねじゃあ全然ダメなんですかっていうと、さっき違っと言いました、美味しいなと思って、まあ、あげる分には全然 OK。 あとは、あと乳歯ですよね。おもちゃが全然噛まないから、ロープとかでもねあんまり遊ばなくて乳歯がなかなか抜けないですだったら、そのねガムを噛むことによってその歯使いますから、でそれでちょっと乳歯が抜けやすくなるって意味では僕はいいかなと考えてます。はい、やっぱり、まあ、あのガムで全て耐えるのではなくて、まあ、歯磨きっていうのが、まあ、一番大事な要素になるかなと思います。まあ、こういった形で今回は、歯磨きの、ガムについてお話をさせていただきました。まあ、あくまでこれはね僕の意見ですので、まあ、少しね参考にしていただけると嬉しいです。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。